めっちゃ天気いいな。わあ、今日風もなんもない。マボックス号でどっか行こっかな。26、オン。電源カプラオン。最終チェーン6、オン。目的地に着くまでこのジャクリーのポータブル電源でドローンの充電と GoPro のバッテリーの充電をしていきます。この前マービックミニが墜落したんで、今日はもうファントム組んで代用です。とキャンプ道具と釣り道具、ちょっとした釣り道具と、あとはこれが調理器具ですね。炊飯ジャーとホットプレートとかを入れてます。上の方がなんだっけこれ、マスレンジャーの150タイプのやつを2本スピニングを、もうどこででも釣りができるように乗せてます。よし、準備 OK、 出発しましょうかね。マボックス号発進。ちゃんがいっぱいいる。あら、かわいいちゃんがいっぱいおるよ。ほら、うい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 。夏にカモっていないっす。渡り鳥なのかな。ね。ジャパン72ダブン2エンジンスタート、エンジンスタート。よし、多分エンジンの準備大丈夫か。大丈夫です。エンジンのケーキ、160 OK。 第2エンジン着火。チェック、離陸準備いいか。大丈夫です。ジャパンエンジンスタート。ボーイングカソロー622に進入しよう。了解。よし、じゃあエンジン、メインキー、オッケー。エンジン、アクセルオッケー。エンジンしとエンジンしとポイーン。エンジンしとエンジン点火成功。よし、発進するぞ。メインターミナルに第63滑走路に進入します。離陸します。お願いします。離陸。しました。あー、寒くて涙が出ちゃう。だいぶ気温下がったな。また南下のかな。やべ、財布忘れたかもしれない。ば、財布忘れた。うわー、やらかした。いい、大丈夫。あ、ありがとう。あ、よかったよかった。うん、はい、ありがとうございます。ごめんね。ってことで今ちょっと行く途中のですね、友達に電話かけて1万円貸していただけるみたいなんで、あー、よかった。よっしゃ、ちょっと荒尾のニトリにいるみたいなんで、ちょっとそこに行きます。いや、恥ずかしいけん、あそこにバイク止めてきた。あ、こんにちは。すみません。お金借りに来ました。あの、よかったら5万円ぐらいでも。ごめん、ありがとうございます。今からね、柳川行って、うなぎ買って、ちょっと海沿いでなんか料理しようかなとか。花子くんから1枚いただきました。ありがとうございます。ここから31分ですね。今大牟田っていうところで、柳川まで31分です。よし、じゃあスタート。マジでよかったよ、柳川。用水路みたいなのがいっぱいある。
やだ。じゃあ、あ、今日は紙下とかないですよ。紙下はですね、今ちょっと売り切れてる状態で、これ全然ないみたいなんですよね。あ、ない。あ、わかりました。ダメだ、なかった。大体ですね、うなぎの頭と尻尾の部分があるんですよね。なんかこんな入って500円ぐらいになるんですけど、今日はないみたいです。残念。うわ、うなぎ食べたいな。とりあえずちょっと魚とか売ってあるところないか探してみます。川下りって書いてあるの。山川川下り。わあすごい。茶屋っていうところを来てみます。鮮魚屋さんみたいですね。ちょっと寄ってみましょうかね。こんにちは。ちょっと店内の撮影とかまですね。大丈夫ですか。こっちの有明海の珍しい魚買っていっていいですか。旅の手伝いを。人人はちゃんともらえん。はい。これ、あ、シャッ、これシャクってやつですね。シャッパですか。シャッパって言うんですね。うわー、これ唐揚げとか天ぷらですか。いや、これはもう、あの、湯がき湯がいて、うん、うわー、美味しそうですか。ありがとうございます。あー、わらすぼ、これなんかお刺身とかでも、うん、そうですね、これお刺身にします。あ、これがやつぐらなんですね、はい、わ、可愛い顔してるんですね、うん、目はハートなんですね。見えます。あ、本当だ、こんななってますね。はい。で、ヒレも結構。うわ、綺麗、ブルーの。はい。こんな感じで立ててから、求愛の時は飛びますね。パンピンピンピンって飛んでるのがこの感じですね。わ、すごい可愛い。たりもしますけどね。わあ、こっち。うん。マゴチです、ね。マゴチ。うわ、お刺身うまいですね。美味しそう。こっちがこんな天然物。あ、天然物。こっちが天然物。で、こっちが養殖物ですね。はい、どっちも国産品です。国産品。あ。靴底がある。靴底はどうやって食べるんですか。靴底は煮付けですね。あー、煮付け、うん、こっちの有明海の極上品は刺身、うん、あ、これ刺身できるんですか。あの、ヒラメみたいな、こう、五枚おろしみたいにするんですか。まあ、普通に三枚におろす。あ、三枚で、はい、おお、そうですね、中に、あの、180センチぐらいあるんで、中に寝袋引いてですね。あー、できるんですよね。はい。わ、これ網漬け、これめっちゃ好きなんですよね。ちょっと二つ買おう。有明海の魚って珍しいの多いですね。うん、豪華ですね。味が良さそう。うん、味もうまいですね。うん、ま、マボチャンネルっていうチャンネルで、ま、マボチャン、マボ、マボ豆腐のマボです。家に持って帰ろうかなと思ってるんですよ。じゃあこれだけこう品番するんで。はい、すいません、ありがとうございます。はい、はい、ぜひぜひ。また来ます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。有明海の海の幸をですね、ゲットしましたよ。しゃ、うなぎゲットしたぞ。やったやった。よし、じゃあ行きましょう。肉の伊藤さんっていうところに来てみました。ちょっとね、お客さんめっちゃ多いんで入ってみようと思います。唐揚げ買ったんですけど、めっちゃいい匂いして、絶対美味しいやつ。一応中に、あの、この足を立てて、180センチあるんで、寝袋に敷いてですね。あ、じゃ寝られるってことですね。そうですね、キャンプみたいな。気をつけて。ありがとうございます。シンプルだけど、すごいスパイシーで、だから、ね、味が濃い、奥深い味する、これ。衣
肝がしっかり味付いてて、お肉自体はね、あっさりとしてるんですよね。もも肉、全部もも肉。ちょっと今からもう日が暮れそうなんで、海沿いに行って料理しようかな。ました。あー疲れた。少し海の先の方にのり網の棚がいっぱいあるんですよね。やっぱ美味しいのりが取れるんでしょうね。よし、じゃあちょっと今からね、あのご飯を作って食べてみたいと思います。よし。わかる。じゃあお邪魔しますよ。大丈夫かな。大丈夫ね。よし、やっべよ。あー寒かった。マボックス号の中をしっかり温めよう。 ST310 ヒーターで。えっ、ポンペン持ってきてない。あったよかった。あもうボンベ忘れた。もう俺今日帰るよ。あったあった。よし、じゃあさあ宇宙船32号、ターボエンジン低下、ターボエンジン低下。よし、 ボリュームつまみ 60% 回路、 60% 回路。音の方はどうだ。少し聞こえています。よし、いいぞ。それじゃあ展開以下 OK です。パワー充填 OK、 スイッチオン。よし、今日はいいね、バッチリ終わったけ。ほんと今日寒かったからね。今日はね、地元産のうなぎ買ってきました。若松屋でね、上下がなかったんですよね。よいしょ。じゃあちょっとワラスボさばいていきましょうかね。違う、まずご飯炊かないといけないんだ。よし、お水。これはもう USB じゃなくて、こう 100V タイプの1.5 号炊きのパナソニック炊飯ジャーです。ジャクリーのポータブル電源1000にスイッチオン。炊飯ジャーをスイッチオン。怖いけど、ワラスボのお刺身を作っていきましょうかね。生きてる、もう。気持ち悪。うま口醤油、わらすぼの刺身いただきましょう。まだプルプルしてるよ。じゃあいただきます。なんだろう、カワハギの歯ごたえ最強版って感じ。めちゃくちゃうまい。伊勢海老の味だ。違うね、牡蠣と伊勢海老の間って感じ。次は尺を茹でていこう。赤穂の天然塩。よし、このくらい。尺ですね。これなんだろう、こうエビ？ねえ、どうやって作るかわかんないけど、とりあえずここら辺をブツッと切って、こいつはこっち、バイバイ。よっしゃ、尺のお刺身いただきます。うん、味はいいけど食べれない。うまく身から離れない。よし、まだ生きてるね。むけるよ。いただきます。あーうまい。体の中に味噌が入ってる。渡りガニの
2倍味を濃ゆくした感じ。美味しいこれ。うん、うまい。メインディッシュのうなぎをさばいていきます。100均の焼き網、よし、これを乗っけて、おっ、こうかな。なんか油の海苔が違うよ。ちょんちょんとつけて、おもむろにこっちにダイブ。あっしゃっしゃっしゃ、いいねいいね。フィーバーよフィーバー、うなぎ祭り開催します。美味しいやつよ、これ絶対。ちょっと火が強いかな。よしよし。ちょっとあんまり、ちょっとまずいな、これ。うなぎ。ちょっと、やばい。そうだ、窓、開け。よし。オープン。うわ、人で炊けるご飯のクオリティじゃないもん。めっちゃ銀シャリだよこれ。ほらね、よしよし、オッケー。そしてちょっとタレをかけます。うなぎを乗せていきます。はい、できました。柳川で買った天然うなぎです。いただきます。絶対これうまいよ。ほら、いただきます。うわ、やっぱり火のつけようがない。あの臭みも全くない。で、身がプリプリしますね、養殖のと違って。あ、ちょっと酔いしれよ。美味しいから。うん、やっぱり自分で捕まえてない分美味しいですね。うん、うまい。ちょっとすみません、おかわりもらっていいですか。はい、お待ちください。今日ご飯全部食べてもいいですか。いいですよ。じゃあこれについてもらっていいですか。はい、つけますね。どうぞ。はい、お湯が沸いたんで、お茶漬けの素を上にかけていきます。で、熱々のお湯を入れます。あっ、あっ、危ないな。気をつけよう、気をつけよう。かけます。うわー、これ絶対美味しいやつやん。クオリティ半端ない。じゃあちょっとお出汁からいただきます。おー、上品。帰るまでちょっとだけ寝ます。ちょっとおやすみなさい。かな。はい、ということで、今回は久しぶりにこのマボックス号を出動させて、福岡県の柳川まで来てですね、美味しいものをたくさん食べて、来ました。来ましたっていうか、この中で食べました。もうね、うなぎも有明産のお魚もめっちゃなんか味が濃くて美味しかったですね。海のこうミネラル分が高い場所で育った魚っていう味がして、もうシャクなんかすごい美味しかった。シャコですね。こちらシャッパーっていうみたいなんですけど、めっちゃ美味しかった。でもあまりにも夢中にプチ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 ってやったら、ここにシャクのこの剣がブシャって刺さって、ちょっとこう内側は腫れてるんですけど、もう耐えないとやばいな。明日仕事なんです。はい、ということで、今回もマボチャンネルご視聴ありがとうございました。